こんにちは。今回は双眼巨猿のシリーズ任務についてです。受注場所はこちらの左側です。話しかけましょう。邪魔しないでほしい。会話終了後、受注されます。こちらの任務ですね。マップに表示された2箇所にそれぞれ向かいます。いざ。目の前にある樽のてっぺんに鍵があります。続いて、鍵2箇所目です。見えにくいですが、光っている場所を調べます。この件はわかるかい？続いて扉を開けに行きます。中にある砲弾を探します。イニシエの宝物、実に貴重だ。続いて報告に向かいます。目の前に見える合成台で、3つのオイルを作ります。わかりづらいのですが、左上に表示されています。会話してオイルを渡します。会話終了後、シグナル信号を直しに行きます。ここは高所に当たるので、低周波にします。
シグナル変更をし、シグナルの間隔が長いものになります。この間隔ですね。続いて2箇所です。いざ。こちらも低周波にします。続いて3箇所目です。2箇所目から南に向かいます。これを高周波にします。続いてマークに向かいます。の向きは左、下、下です。さらに奥に進みます。会話終了後、3つの装置を起動します。この時に、石のレベルが3必要ですので、マップにある岩を16個集める必要があります。岩は近くを歩くと、マップに表示されるので、こちらの敵マークを参考に、集めてみましょう。岩のレベルアップは、現在地の岩マークの女性に話しかけます。こちらの女性ですね。岩のレベルが、2必要になります。本題に戻りまして、3つの装置を起動します。沼に入ると、エネルギーが消費されますので、極力入らないようにしましょう。目の前に見えるもので、エネルギーを回復できます。装置を起動するには、下のゲージが3つ必要です。一旦、他の装置に向かいます。
続いて3箇所目です。最後に1箇所目を軌道に戻りますが、今回はカットします。近くにエネルギー回復できるのがあると思いますので、探しましょう。この後は敵を倒して、会話イベントですので、今回は以上となります。もしこの先で困るようでしたら、お気軽にコメントください。それではご視聴ありがとうございました。